さて、だいぶ基盤が整ってまいりました。とりあえず、エンチャントテーブルを作るためには本が必要なんで、牛が大量に必要なんですよね。で、そのためには牛を繁殖しなきゃいけないんですけど、繁殖するための小麦と、めんどくせえなこれ。もう早くオートメーションにしたいんですけど、なかなかね、やっぱりあのピストンもまだ鉄がないので作れないですし、参ったなって感じですけど、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、水でもう押し直しちゃおう、めんどくさいから。水ここに置いて、よいしょ、 OK OK、 ここ削って、ここでいいよ、はい、よいしょ、はい、終わり。それでこれで植え直す。この植える作業がね、やっぱりあるんで、村人使えばオートマチックにできるのかな。農民使えばできますよって前外人さんから聞いたことがあるんですけど、 Xbox はまだね追加されてないんですよね、そのフューチャーは。ちょっとぜひやってみたいですね、勝手に村人が植えるシステム。よし、まあ、なんでね、パソコン版今更始めたのかっていうとですね、村人がね、やっぱりアイアンゴーレムの施設とか作りたかったんですけど、村人がマップに存在できる数が決まってるので、もう村人の公益施設を作ってしまった関係でもうできないんですよね、 Xbox 版だと。ちょっと広くした方がいいかな、もうちょっと。多分大量に作ることになると思いますけど、じゃあ OK、 じゃあとりあえずですよ、ここがいいかな、よいしょ、 OK、 じゃあ小麦置いといて、種も置いとくと。で、植えるグッズ、あとはね、私やりたかったのは木のね、施設もそこにあるので、とりあえずあと鉱物ですよね。鉱物どうしよっかな。ここひっぺ返してここにしよっか。もう洞窟探検とかしてる余裕はないので、もうね、あとでのんびりやる感じですけど。あー、でも ここにしちゃうとまずいか。もうちょっと奥にしようか。オッケー、ここにしてですよ、ここから下に直下掘りするんで、よいしょ、どうしようかな、もう一個必要か。で、私が必要なのはですよ、フード、食べ物が一切ないという。ちょっと牛さん飼ってきますか、仕方あるまい。背に腹は変えられんってやつですね。これ寝ろ、牛転がし、ほら、これぐらいでいいか、あともう一匹ぐらい、よし、オッケー、ここに置いて、よいしょ、8個あれば大丈夫でしょう。で、ちょっと準備整えます。さて、鉄のツルハシも1個持っておいて、削れるようにしておきます。かまどとかも持ってった方がいいかな。かまども1個持っていきましょうか、下でどうせ必要ですもんね。よし、 OK、 かまどと木もありますしね、とりあえずこれで大丈夫なはず。じゃあどんな感じにするかというとですね、もう超シンプルですね、落下型、こことここ
こことここ掘る？こっち落ちる穴でこっち上がってくる穴ですね。で、今64ぐらいにいると思うんで、何が必要かというとですよ、棒が大量にいますよね、上がってくるためには。確かこんな感じか。全然足りてない、はしご、はしごよいしょ。あ、もう全く足りないねこれ。いや、よいしょ。じゃあ掘ってきまーす。これね、すごい危ない方法なんですけど、まあ考えてやればね、こういうふうに、まあ死ぬ危険性は、まあ、少なくはなりますね。よし、ちょっと怖いな。大丈夫か。すっごいモンスターの声聞こえる。一番安全なのはこうやってチェックしていく感じですね。これだったら直掘りも、あ、直下掘りもなんとかなります。よし、あとでね、こっち側埋めるんで、それはそれでいいんですよ。そっか、地図はなくてもなんかどっかのキーで調べられるんでしたっけ。 F3? F3 だっけ、 F4? ファンクションキーのどっかで確かなんか表示させることできてましたよね。今ね、デバッグ情報だっけ、これを見ながらやってるんですけど、 Y が5まで来ちゃいましたね。ちょっと深すぎるわこれ。じゃあマグマだまりにと格闘することになるんで、今8、左に出てる数字で XYZ の Y のとこ見ながらやってます。10 11 12 12ぐらいで多分ちょうどいいと思うんですよね。 OK、 じゃあここにしましょうか。どっちがどっちだか分かんなくなっちゃった。家がどっちにあるのか。でとりあえず、ここを拡張しましょうね。よいしょ。あ、早速レッドストーン。とりあえず鉄とかね、必要なものを軽くないとね、何も作れないので、まあ、ホリホリから始まってホリホリに終わるという、まあ、ゲームだと思います。どうやら向こう向きだったみたいなので、そうですね、こっち向きで降りてくる感じですね。なのでここに、壁がないといけません。よし、まあ、壁がなければ ならないというわけじゃないんですけど、とりあえずまあ後で張り替えるかもしれませんが、ここにとりあえず仮の壁作って、掘ってたらね、もうすでにダイヤモンドが1個出てきたっていう。おー、やったい。実績は重要なのかこれ、このゲームでは。 OK、 よし、とりあえずダイヤモンドゲッツで、ここ？ここじゃねえな、こっちか、こっちだな。よし、じゃあここが予定地ですね。ここは2つ掘る必要はないので、ちょっととりあえずもうちょっと天井を高くしましょう。天井は狭いとね、ほんと私嫌いなんですよね。天井は最低3、まあ理想的には4か5割欲しいところ。よし、鉄もすぐなくなっちゃうな、これじゃあ。まあ多分地下ですぐ作れるとは思いますけど。よし、石のやつを使うか。とりあえず部屋の拡張終わったら、簡単にまた丸石保管庫とかを作っていきたいんですけど、もう2マス進める。ダイヤモンドがあっという間に手に入るとは思わなかったな。これ壊れたらもうダイヤモンドで1個作っちゃおうか。今のこ多分5個くらいあったんで。よし、 OK。 それではですよ、こっちは落ちてくる穴なんで、はっきり言って塞いじゃって OK なんですよね。よし、じゃあ塞いじゃいましょう、ここね。よし、
食うかなと思ったらそんなに使ってないのかな。メモリー、あ、でも500、あれ私メモリー16ギガなんだけど、これなんか配分を変えられるのかな、後でよくわからないですけど。よし、じゃあここから一気に掘っていきます。よし、まあいいや、鉄があったけど、あ、今壊れなくてもいいんじゃねえの。ちょっと今はやめてよ、もうよいしょ。鉄6個、あ、ダイヤモンド6個あるんだね。じゃあダイヤにしちゃいます。よし、エンチャントテーブルを作る分は必要なので2個は最低取っておきたいところ。よし、ついた。あれあれ、逆だったっぽい。あ、測量ミス。こっちですね、広げるべき時は。ところは、私がキーボードでプレイするとみんな酔ってしまうと思います。画面ぐにゃぐにゃ動いて、あ、今でもね、ずいぶんぐにゃぐにゃ動きますけど、これ Xbox 版より結構ふにゃふにゃするんだよね。水はとりあえずいいよね。よし、ちょっとここ一応モンスター開かないようにしてみましょうか。オッケー、じゃあここもう1マス必要ですな。階段とかでね、行くシステムによくやってたんですけど、上りよりほんと辛いんですよね。で、マインカートすぐ設置できるかっていうとそうでもないので、やっぱり、楽なのはこの落下システムだと思うんですが、とりあえずもうちょっと広くしといた方がいいかな。ちょっとまあカットカットでお送りします。このゲームほんと時間かかるんですよね。パソコン版でここからここまで掘るとかできるぞ、そういうこともワンチャンク掘り尽くすみたいな、そういうのできると平坦にするとかコマンドがあると楽ですね。なんかでかい建設するときは、あ、そうだそうだそうだそうですよ、そうです、そうです、そうです。看板ってどうやって作った？看板ってあ、これでいいの？ OK、3個作れた。よし、もうちょっとでなんかあれを作りそうでしたけどね。なんだっけ、編集完了ボタン押さなきゃいけないね。完了、よいしょ、完了。3つじゃ足りねえって話だね。よし、看板もできたし、大画面で完了とか書かれるとね、すごいですよ、なかなか。これどうしようか、これ簡単にこうする、こうしておく。これでね、ここに水を流すと、あの落ちてきた時にクッションになってくれるんでノーダメで降りられるんですけど、さあどうしよう。こことここに置いて、で上りがね大変なんですよね、この方法だと。上りは、これで行くしかないので、マインカートとかない限り、はしごを取る、上る音もリアルだの。よし、ここに設置、じゃあこれで OK ね、とりあえず。ちょっと待って、もう飯食わんとやばい。よし、で、時間が空いたらすぐさま、これを展開すると、繁殖作戦を展開する。ほら、ほらほら、みんな集まっておいで。種の繁栄っていう実績があるんだ。なるほど、ステーキハウスでも作ってやるからな、みんなのために。
あ、みんなのためにじゃねえか。殺される側だもんね、あんたら。さあ、もうちょっと増やしたいところ。羊はまあ後でいいや。うん。ちゅうことで、ここから、ヒューンと降りていくと、そこにポチャンと降りるという簡単な感じですね。で、ここをどうするかなんですけど、もうちょっと広くして、黒曜石とダイヤモンドを採取して帰るっていうのが目的なので、あとはそのブランチマイニングをねする施設の下準備をするっていう感じかな。簡単だね。さあ、こっち側の壁の張り替えは終了しました。天井どうしようかな。天井後で考えようか。とりあえずもうこんな内装に凝り始めちゃうと、もうニッチもサッチもいかないので、とりあえず溶岩探して、黒曜石を十何個持って帰りたいと思います。ネザーゲートもね設置できるようにして、よし。丸石保管庫と、そうね、丸石保管庫だけでいっか、ここは適当に。これぐらいで。もうスライムが音が聞こえますね、どっかから。そこは後で整理するとして、ここを掘っていきます。 4×4 ってでかすぎだね、ちょっとね。まあいいんじゃないの。まずメインコードをメインシャフト掘ってから、後でゆっくり考えます。さて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 、最後に録音してから、しばらく経ちますけれども、今ねこんな状態になっております。だいぶ綺麗になりましたよね。うん、ちょっとね、まあ、バニラでやるという感じで進めていくんですけれども、このモッドとか入れないでね、特にはもしかしたら後で何か細かいところをね、テクスチャーを変えるかもしれないですけれども、ちょっと今のところやり方がよくわからないので、このまま進んでいきます。バニラでね、私やるときはこのハーフストーンをよく、私装飾によく使うんですけれども、まあ降りるところとね、こっちの登るところはまだ変更してません。ちょっと今後めんどくさいのでマインカートのシステムを導入するかもしれないですし、うん、PC 版独自のねホッパーとかね、いろいろコンパレーターっていうのがあるので、それを使ってね、うん、ここに1個チェストを置いといて、そこのチェストに物を入れると、勝手に、上に運んでくれて、上のね、その倉庫に物を運んでくれるようなシステムを作りたいなと思ってるんですよ、今後ね。うん、でこっちのね、かまども、なんていうのかな、アイテム、チェストにアイテムを入れると勝手にもうね、なんていうのかな、ホッパーっていうアイテムが、うん、そのかまどに自動的にね、なんていうのかな、燃料とかを全部装填して全部やってくれて、で、出来上がったら勝手にしまわれるみたいなね、また倉庫に。そういうシステムを作っていきたいので、うん、それをね、そういうのが遊びたかったのが PC 版でね始めた理由になってます。ということでね、もう2時間半ほどホリホリを進めて、だいぶ、ここは綺麗になっております。こんな感じでね。ということで、こっちに行くシャフトとこっちに行くシャフトと向こうに行くシャフトということでね、どんどん掘って鉱物を集めて、まず鉄がね結構必要っていうのと、レッドストーンとね、スライムがまだ数匹しか見つかってない。ここら辺に一旦たまに湧いてるんですけど、もしかしたら近くにスライムチャンクがあるんじゃないかなと。チェストはね、丸石が3つチェスト分もういっぱいになってる。いうことでですよ、丸石をね、何個分だっけな、ラージチェストを4つ分ぐらいもう掘ってるんですけど、ここ2時間半ぐらいの間で、2時間ぐらいの間でね、うん。で、全然ダイヤモンド出ないんですよね。ダイヤモンド見つけたの10個ぐらい ?5 個ぐらい ?7 個ぐらいじゃないかな、多分。
ってことで鉄にしてます。あとでエンチャントテーブルをどっかに設置しないといけないんですけれども、それね、ここ全部掘ってどれぐらい見つかるんだろう。だいぶ掘ったんですけどね、なんか悪いのかな、なんか掘ってるところが間違ってるんですかね。Xbox 版だと私12だとマグマだまりを避けられて、さらにダイヤモンドが効率的に集められるんじゃないかなと思ってたんですが、 F3 で見てみるとですよ、今12のところにいるんで、これもうちょっと下げた方がいいのかな、10とか18とかに、ちょっとわからないですね。もしかしたら、違う段にもう一個ここから下に下がって掘れるような感じにしないと、ちょっとダイヤモンド不足になりますね、このままだと。まさかラージチェスト4つも掘ってダイヤモンドが一桁っていう一桁ってそれすげえな。ちょっと早く幸福のね、あ、幸福じゃないや、幸運のピックアップスを作らないと、これじゃやっていけないですね、食っていけないですよ。ちゅうことでね、まあこんな感じに仕上がってますんで、続いて次は牛さんのね、あれを作っていこうかなという感じでございます。